片道民は近代中国の油彩画家である。水彩、彫刻、中国の絵の分野でも活躍した。現代の油彩画の巨匠と評される。1924年から上海に出て、上海の美術学校で学んだ後、1925年にフランスに留学し、6ヶ月間、パリ郊外でフランス語を学んだ後、1926年にリヨンの美術学校に入学が認められた。 1927年にパリ国立高等美術学校に入学し、顔文と共にポール・アル・ベール・ローランスの教室で学んだ。パリの美術館や展覧会を頻繁に訪れ、ポスト印象派の作品に強い興味を持った。1929年にクラスメイトのソアイラと結婚した。その年の冬、帰国し、国立聖古芸術学院などの美術教師となった。 片道民は、戦前からキュビスムなどのモダニズム美術の擁護者である、ものの、それらの制作とともに、写実的技術を駆使し、小介石の彫像も作っていた。しかし、この時代の作品の多くは、日中戦争の戦火により破壊された。戦後の現代美術の再建を願い、1945年に、連ね天及び、第一届独立美展双方に関わったが形は、 早くも1950年代以来のモダニズム美術に対する徹底的な否定によって美術界から抹殺された。戦後海外に渡ったテ、テ広信ロを林、リ中生長イ、局を除き、文化大革命家では大、大日章、林風、眠り、ハーザ、ヨ、イクカゼが、極中生活を送り、片見ミキミ赤稜、ゲイトク、ホウが、 強制労働や監禁などの迫害を受けていた。これに伴い、片道民の戦後作品の多くは破壊されてしまった。文革集結後に、ようやく創作活動を再開したが、晩年の作品の多くは独自の色彩を用いた風景画である。1984年に波乱に満ちた生涯を閉じた。ありがとうございます。